はい、今回は萩原和樹さんの選択が山下達郎と正反対で素晴らしい件、こちらについて考えてお伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。ちょっと僕初めて知ったんですが、この萩原和樹さんっていう方がですね、とてもいい判断をされたっていうことがご本人の、投稿内容とニュースになっておりましたので、今回こちらの件を考えてお伝えしていきます。山下達郎の件でですね、山下達郎とか、デヴィ夫人とかがですね、ジャニー喜多川肯定派に回る中ですね、松尾清さんの件もあったわけですよ。でそういったこともありまして、この萩原和樹さんも、この松尾清さんと、同じ、ご判断をされたということで、とても、素晴らしいと、そういった内容でございます。まずご本人は何を言ってるのかというと、このようなことをおっしゃってるわけですね。作曲家萩原和樹はスマイルカンパニーを離れようと思います。自分で考え判断して決めました。会社のみんなには感謝しかありません。2007年から16年間不出来な作曲家に忍耐強く力を貸してくれた方々のおかげでしかないです。ありがとう。これからはフリーになります。フリーバード。もしかしたら衝撃的なことかもしれないけれど、2週間以上は考えまくったからもういいかな。諸手続きや諸連絡はもう後ですることにしよう。未来は2番で、一番大事なのは現在だと思うからと、これっていうのが素晴らしい、判断なわけですよ。何かっていうと、この山下達郎とですね、会社内で松尾清さんが考えが割れ、反対になり、松尾清さんが辞める、契約解除される目になってるんですが、山下達郎の判断というのはおかしいと多くの人が思っているわけですよ。で、この今回の萩原和樹さんの判断というのは松尾清さんと同じ判断なんですよ。ここにありますけど、2週間以上考えていろいろ多分考えたことの結果だと思うんですが、このご本人の投稿がありました。でこちらがですね、ニュースになっておりまして、ほぼ同じ、内容なんですが、萩原和樹さんについて。でこの萩原和樹さんというのは、その僕を知らなかったんですけど、 SMAP の楽曲ね、ひなげしとか KinKiKids とかの、歌とかも作曲を担当していた方なんで、ジャニーズに、関連していたんですが、でもそのなんていうのかな、山下達郎とは違う道を取ったと。松尾清さんと同じ道を、萩原和樹さんは取ったということですね。でこのスマイルカンパニーってことで、山下達郎と同じ事務所に、いるんですが、山下達郎との、逆を取ったと。で山下達郎っていうのは少し前にお伝えさせていただきましたし、リスナー様も、お分かりでいらっしゃる方が多くいると思いますが、この松尾清さんとですね、山下達郎で、松尾清さんが、そのジャニーの件に触れたら契約解除されたっていうことで、松尾清さんはジャニー喜多川の丸々の問題に触れた。しかし山下達郎はそれを擁護した、ジャニーを擁護したっていう側に回ったわけですよ。で山下達郎っていうのは、ジャニーズに、付き合いが深いと、家族ぐるみの付き合いをしてるっていうことで、ジャニーズ事務所との多額の金銭の、仕事があるビジネスパートナーということで、今もなお山下達郎はジャニーズと、切れない関係であると。ただしジャニー喜多川のしていることっていうのは大きな問題なわけですよ。大問題ですよ。世界が今これ、良くないと言ってるし、もう明らかにモラル違反、倫理違反、そういうことをしてるんですが、山下達郎っていうのはそのジャニー喜多川、要するに金ですよね、金を優先して、でこれで山下達郎のファンがどんどん離れていったわけですよ。で山下達郎とデヴィ夫人っていうのは、ジャニー喜多川と同じグループにおりまして、日本の宗主国の傘下の人間なんで、山下達郎とデヴィ夫人はジャニー喜多川を擁護する、この擁護のスタンスを変えないと。で松尾清さんと、この萩原和樹さんっていうのはその逆を言ったわけですよね。で世の中って今どうなっているのかっていう話なんですが、これっていうのは世界的な今問題と なっておりまして、ジャニー喜多川のその丸々の問題っていうのは世界の今注目なんですよ。アメリカとかもそうですし、で世界はですね、そういったことに注目されて、その丸々の問題をどうにかしていこうっていうことなんですが、山下達郎とデヴィ夫人は擁護派に回る、萩原和樹さんはそれを擁護せずに、自分の道を進むべき道を変えたということで、
で、この何て言うんでしょう、すいません、うまく言えずに、ジャニーズ、あるいはジャニー喜多川のその〇〇の問題っていうのは昔からあったんですが、まあ、例えばその政府とか芸能界、マスコミとかっていうのを見て見ぬふりをしてるわけですよ。ジャニーズとの仕事がなくなったり、そういうことがあるから、宗主国の下にいるから。で、腐敗しきってるこの芸能界なんですよね。で、そういった中でいろいろ嫌な思いをしてきた、そういった人たちが今声を上げてるわけですよ。ジャニーズジュニアの方が。で、そういった人たちに対して、デヴィ夫人とか山下達郎っていうのはジャニー喜多川の、まあ、肩を持つっていうことで、だからこれ揃って、ジャニー喜多川とか山下達郎とかデヴィ夫人っていうのはもうありえないわけですよ。でも一言言ったら、人間としてまともな判断をしていない、もう人間以下であると、そのように言えるわけですね。で、この萩原和樹さんの判断っていうのは、ジャニーズを敵対すると仕事がなくなってしまうかもしれないんですが、それでもご自身で考えてされたということで、萩原和樹さん、松尾清さんの判断はとても素晴らしいし、こういった方が、増えることが日本の芸能界の、まあ、いい方向に向かうと、そういったことだと思います。そういったことでしか日本の芸能界は変わらない。しかし日本の芸能界っていうのはまだそのジャニー喜多川寄りであったり、山下達郎とかデヴィ夫人と同じような考えの人間が多いっていうのが事実なんですね。で、まあ、どういうことかっていうのを、まあ、整理っていうのもあれですけど、例えばですね、萩原和樹さん、あと松尾清さんっていうのは、ジャニーズ事務所、あるいはジャニーをですね、まあ、肯定する、称賛する、その会社から離れることをしたわけですよ。だからこれっていうのはおかしいと。で、仕事でね、お金を失うかもしれないんですが、自分の考え、自分の正義を持って、まあ、決断をされたということで、素晴らしいわけです。逆に山下達郎とかデヴィ夫人っていうのは、自分の金、自分の仕事、自分の利益、それだけです。ジャニー喜多川をですね、偉大な人物と称賛する、そして自分の己の利権だけを守る、クズですよ、はっきり言って。山下達郎、デヴィ夫人、ジャニー喜多川というのはクズです。僕はそう思います。で、リスナー様も、そう思っている方が多くいらっしゃると思うんですね。で、このジャニー喜多川のしてることっていうのは許されることではないわけですよ。子供に対してですね、心の傷を負わせる。で、そこからですね、将来、いろんなものをね、病んでしまう、そういったこともあるし、ね、その闇が深かった場合は、自丸とかそういうことになってしまう、そういうことに追い詰めてるのがこれジャニー喜多川なんですよ。で、このジャニー喜多川のしてることってのは許されることでは全くないわけですよ。ただし、その山下達郎とかデヴィ夫人とかっていうのは自分の金とか自分の地位とか、今だけ金だけ自分だけとか、そういうような感じで、なんていうのかな、そういう意味で活動し続けてると。だからこの萩原和樹さんとか松尾清さんの、まあ、なんていうのかな、判断ってとても素晴らしいし、日本の芸能界がより良くなるためには、こういうね、ジャニー喜多川とか、このね、ジャニーズのこの〇〇の問題に対して、こういう反対の行動を取っていく人がいない限り、日本の芸能界っていうのは腐敗しきっていて良くなるはずがないんですよ。だから、少し前の松尾清さんもそうですが、今回、この萩原和樹さんという方がされた決断というのは素晴らしいと思うので、やっぱりね、このジャニーズ事務所と、まあ、縁を切る、そういうふうになると仕事が少なくなってしまうかもしれないんですが、それでも、この正しいことを思って決断されて、活動される、この、ね、萩原和樹さんの、お仕事での、ね、ご活躍を心から僕は期待しています。こちらの話っていうのは、まあ、そこまで注目されてないかもしれないんですが、これとてもいいニュースなんで、こういったことが広がってですね、日本の芸能界が良くなること、このね、ジャニー喜多川の丸々の問題とかをもう支援、応援する人間がもうどん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 減っていて良くなることを、まあ、願っていますということで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。